じゃあよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、三浦です。ということで今日もよろしくお願いします。じゃあ行きましょうということで、じゃあとラグビー日本代表対イングランド戦近づいてまいりました。5人の注目選手を挙げてみたということで、メンバー発表はまだですよね。なんですが、現時点でですね、三浦が気になる、まあ、5人の注目選手を挙げながら、まあ、イングランドのちょっとした特徴とかもお伝えできればなと、ああいうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ参りましょう。まあね、チリ戦の前に行われた朝方の試合で多くの方が衝撃を受けましたね。イングランド VS アルゼンチン27対10というところで、結構これスルーされてます、スルーしてないかなんですけど、まあ、特にあんまり海外ラグビーファンじゃない方っていうのは普通に流しているかもしれませんが、結構これ衝撃的で、多くの方がですね、予選でこのカードアルゼンチンの方が有利だっていう声の方が圧倒的に多かったんですよね。そのくらいアルゼンチンが仕上げてたっていうのと、イングランドが本当に調子悪かったんですよ。去年もう早く言えばエディさんがボーズウィックに変わってからもうめちゃめちゃ調子悪いっていうような状況で、でさらにファレル選手とかブニポラ選手の問題だとかだけでいろいろあって、とにかくイングランド調子悪いから初戦のアルゼンチン戦はかなり、アルゼンチン優位だろうという話だったんですが、蓋開けてみたらもうノートライでまさかの勝利と、ジョージ・フォード大爆発と、なんですけど、メンバーが調べてもらったところ別に彼ドロップキック得意でもないらしいですよね。過去の試合でそんなにドロップゴールたくさん決めたっていう実績もないんですけど、まあそこはやってきたなって感じですね。まあ、準備してたとは思うんですが、いやいや、でアルゼンチンももうよく分からなかったと思いますね。 やりながらなんか知んねえけど、俗に言うこれラグビーで一番嫌な状態ですよね。トライ取られてねえんだけど、なんかどんどん点差が離れていくみたいな。でアルゼンチン1トライ取った時にはもう時すでに遅しという完全にもう負けないラグビーをやってきたなというところで、特にイングランドはいろいろ今もうですね、風でも強いですし、現地とかで多分もっと言われてると思うんで、多分相当のプレッシャーの中負けないラグビーをやってくると思うんですよね。じゃあそうなってきた時に日本代表どうするんだっていう話だと思います。まあこの前と全く同じ戦略で来るとは思わないですけど、まあ、ただ日本代表としてはドロップゴールはちょっと視野に入れなきゃいけないなっていうのと、もうちょっと今ノリに乗っちゃってんで、ジョージ・フォードが自陣のペナルティはほぼ3点が相手に加点されるっていう風に考えた方がいいかなっていうぐらい、ちょっとですね、不気味な存在、一気になんかすごい存在になっちゃいましたよね。繰り返しになりますが、テストマッチシーズンここ1年ボロボロでしたから、イングランド。いや、まあさすが王国イングランド復活してきましたわっていう感じですというところで、その強敵イングランドに対して日本は立ち向かわなきゃいけないということで、放送時間が日曜日の深夜、これ18日、これ相当やばいですねっていうことなんですけど、まあ皆さんもう慣れてるんで見ましょうと、まあ、いうところで、で5人、まあ厳密に言ったら6人か、1つのポジション2人挙げてるんで、まずはこのイングランドに倒すべく、一番僕が注目選手1人目は、まずもう今度多分スタメンからいくと思います。イングランドの強いフィジカルを真正面から受け止めろということと、まあ、フィジカルだけでなく彼が入ることによって、日本のフォワードがもうワンランク上がるのは間違いない。ラインアウトも含め、セットプレーも含め、あとフィールドプレーも含め、すごく、広がりが出てくると思いますということで、もうお分かりの通り、ワーナー選手ですね。ちなみにこれ野沢くんのナンバーの記事をちょっと抜粋したんですけれども、チリ戦後半15分から途中出場のディアンズがポテンシャルの高さを証明しました。8月に左足首、ね、試合の直前ですよね、の怪我に見舞われるなど、強化試合には出場しないままの初舞台、チームにフィットするにはもう少し時間かかるかなとは思っていましたが、出場25分間でタックル8回、スクラムやモールでも体を張り、キャリーでもいいものを見せていた。後半39分にはダメ押しのトライも決めるなどと堂々とプレー。彼の復活は日本代表にとって非常にいい材料になったというでしょうということで、もう
間違いなくスタメンで来ると思います。そうなってくると昨日の動画の続きですが、後年戦どうなんだというところで、ファカタバも外せねえだろうと。ファカタバベスト15に選ばれましたからね。あ、先週のですね、第1週のベスト15、日本代表唯一で、チリ代表2人と、もうすごいことになってましたが、まあ、ワーナー選手は僕はやっぱ一番キーになっていくんじゃないかなと思っておりますので、ちょっと上げてみました。で、同じくフォワードからですね、もう去年のリベンジでしょうということで、もう日本スクラムなめんなというところで、グー・ジオンとバル・アサイリ・アイ選手の3番を挙げさせていただきました。というのは、去年のテストマッチ、ボロクソに負けたんですよね。ここ最近の日本 のテストマッチの中で一番大差ついたんじゃないですかね。で、当然見させてもらいましたが、スクラム狙われまくってました。もうまだあの時エディさんでしたよね。いや、もう日本の弱さを知ってんだかなんか知んねえけど、もうとにかくグー・ジオン選手狙われまくってて、ペナルティも何回取ったんだろうと。で、グー選手も試合後やっぱ途中でなんかね、対応しなきゃいけなかったのにできなかったみたいなことで、まあ、とにかくですね、スクラム完敗だったんですよ。だからそういう意味では絶対その経験も生かしてると思うんで、まずスクラムで安定したいですね。だからスクラムもちろん一人で組むもんじゃないんですけど、3番の役割っていうのはもう本当にでかいので、グー・ジオン選手、バル・アサイリ・アイ選手、どっちがスタメンなのか、多分ね、今の流れで言うとグー選手スタメンの、まあ、すごいなんかレートタックルもらって怪我ちょっと心配ですけれども、スクラム繰り返しになりますが、去年のテストマッチでバカみたいにやられたんで、あんなに日本スクラムがやられたのって本当久しぶりに見たんで、日本スクラム舐めるなというプライドを持ってちょっと臨んでもらいたいなということで、この2人を挙げさせていただきました。で、3人目、今度はキック以外でのパフォーマンスも期待ということで、もうなんかリー・スーシン選手じゃねえかっていう予想されている方もいると思うんですけど、僕はどう考えても前回のチリ戦の流れから松田力也選手でいくと思うんですよね。で、やっぱりずっと彼もこれまた心配されてた一人だと思うんですが、もう完全にもう本来の松田力也になりつつあるので、まあでも僕は彼の魅力はやっぱランなんですよね。だからちょっとね、このワールドカップ終わったらインサイドセンターもちょっと視野に入れてもらいたいななんて勝手に動画でもお伝えしてますが、とにかくですね、やっぱり司令塔はもう絶対遠い面ジョージ・ボーですからね。ですね、もう僕はスタメンな松田力也選手を予想して、彼のキック以外でのパフォーマンスにちょっと期待したいなと思いますのが3人目ということになります。で、続きまして4人目が、さすがチリ戦最も多いラインブレイク、あとは分かりやすくトライをということで、谷口さんでしたよね。日経の谷口さんがすごい分かりやすいデータをパーってイラストを持って出してくれて、多くの方がそれ見てて分かりやすいと思ってるんですけど、やっぱりなんだかんだ言ってボール持って走ってるランメーター多いのは、やっぱ松島選手なんですよね。やっぱりその彼のゲインがどう考えてもいろんな意味で、日本代表にドライブをかけてるのがあるので、あとはもう分かりやすくトライを。で、これなんでトライこだわるかというと、多分松島選手自身がワントライ取ったらかなりやっぱり自分の中でももっと落ち着いて彼らしいプレーができるんじゃないかなと思って、やっぱトライが一番いい薬のような気がするんですよね。なので、僕はちょっとウイングがねどうなるか、ちょっとこのまんまマシレア選手とナイカブラ選手で行くのかとかいうところとかって今すごく議論されているところだと思うんですけれども、僕は松島選手、今度はフルバックの方がいいんじゃないかななんて思ってますけれども、とにかく僕は松島選手のトライが日本代表を、もっと言うと松島選手本人にすごく火をつけてくれると思うので、もう分かりやすい、もう泥臭くてもう超ダサいトライでもいいんで、もう這いつくばってのトライでもいいんで、分かりやすく結果で出してもらいたい。で、結果を出せば彼ってどん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 調子を上げるタイプだと思うんで、そこをちょっと期待しておりますと、ああいうところですね。で、最後、もうこれはもうすみません、もちろん日本代表のシンボル象徴でもあるんですが、何よりも彼のそのフィジカルが日本代表は絶対必要です。なので
あのチリ戦あの無理すれば出れたっぽいんですけど、あえてそのトニー・ブラウンとかの会見によると、やっぱりあえて試合出さなかったっていうところは、このイングランド戦を視野に入れてたとの僕は判断だと思うんで、もう彼が出るということで精神的支柱が返ってくる、プラス流れ選手の負担がちょっと差が軽くなる、プラスなんといっても分かりやすくボール持って前に出れるイングランド相手に一番の人なので、彼を抜きではちょっとイングランドにはもう勝てねえまで言いたいぐらい、ちょっとですね申し訳ないんですけど、温存とか言ってる場合じゃなく、今回はもうスタメンから姫野選手期待しますというところでございます。まだまだ、情報収集してです、まずは今日はですねイングランドの分かりやすいそのフィジカルプレー、キックプレー、本当に負けないラグビーをするイングランドに対して、僕はですねちょっとずっと怪我で長かった、ワーナー選手のパフォーマンス、んでもって、去年やられまくってリベンジのスクラムで3番で、になんかこれまただんだん復活しつつある松田力也選手で、分かりやすくトライっていう成果で自分を発奮してもらいたい松島選手、そして何よりもフィジカルモンスター、ブニプラだろうが何だろうが、もう姫野選手が全部弾き飛ばしてくれるというふうに僕は期待してですね、この5人かっこ6人を、注目選手ということでイングランド戦楽しもうと思います。すみません、メンバー発表で全然違うかもしれませんが、そこはお許しください。それでは